みなさん、こんにちは。始まりました、オーガニックシティ木更津。この番組は木更津市の情報を私たち市の職員がお届けします。街中交流推進課小山と、健康推進課小松と、田口がお送りします。3人で頑張ります。おお。まず最初の話題はこちら、木更津ナチュラルバル。今年も開催するんですね。まず開催場所はこちら、木更津駅港口スパークルシティ木更津の北側イベントスペースとなります。食によって街中のにぎわいを目指し、月に1回開催しています。次回の開催は6月4日以降はご覧の内容となっています。安全安心な食材、地元のナチュラルな食材を使用した食べ物や飲み物を提供するお店が多数出店。その他に会場で使える金券やお店の商品が当たる抽選会、ワークショップも企画しています。さらに今年からはチャレンジプレートというものも始まりました。それは何でしょうか？複数のお店の味がちょっとずつ食べられるお得なセットメニューです。1200円分相当のメニューが入って1000円でお試しいただけます。ぜひ木更津ナチュラルバルで美味しい、楽しい、嬉しいを実感してみてください。友人や家族の皆さんでぜひ遊びに来てください。さて次の話題はこちら、じゃん、木更津健康マイレージです。健やかな生活で幸せに、健診の受診や健康教室へ参加すると1ポイントもらえます。そして合計3ポイント貯めると素敵なプレゼントが抽選で当たるというものです。実際にやってみたいという方はどうしたらいいんでしょうか？こちらのパンフレットを手に入れてください。市役所や公民館に置いてあります。また市のホームページよりダウンロードすることも可能です。どんな検診を受ければポイントを貯めることができるんでしょうか？ポイントの対象となる検診はこちらです。健康的な生活習慣を実践する行動変容のきっかけになるよう、こちらの木更津健康マイレージを実施しています。プレゼントはどのようなものがあるのでしょうか？こちらです。抽選で地元産のお米、野菜の詰め合わせがもらえます。豪華ですね。応募はどうしたらよろしいんでしょうか？パンフレットにあります応募券に必要事項をご記入の上、健康推進課へ持参していただくか、郵送またはメールでも受け付けています。さらに全応募者から抽選を行い、協賛品がもらえるダブルチャンスプレゼントというものを用意しています。皆さんも検診を受けて健康と素敵なプレゼントをゲットしましょう。よろしくお願いします。それでは最後にお知らせです。現在木更津市では公立保育園臨時保育士と保育パートを募集しています。詳細につきましては子育て支援課までお問い合わせください。よろしくお願いします。さて今回のオーガニックシティ木更津はこの辺で、次回もお楽しみに。